ビビンバやめて。終わった、ガチで終わった、本当に終わった。うわー、皆さん本当に今日まで応援してくれてありがとうございました。マリオカート2023年ホロハイ、とっても楽しかったです。残念ながら優勝を得ることはできませんでしたが、みんなと一緒にしのぎを削り合えてとっても楽しかったです。こんなことある？マジで。こんな、もうケツ守って、アイテム取れないときついよ、アイテム取れないときつい。次で使う、キノコ。あ、やばい。いいよ、大丈夫。ここで使うよ。で、いいよ。ケツ守れてる。頼む。赤来ないで。違う、青来ないで。安定した走りをできたのかな、本当ですよ、ずっと最初から最後まで安定してましたね。でも最後のベビーパはちょっと焦ったんじゃない？ベビーパ見てた？ちょっとさ、見てたよ、見てましたよ。私さ、もう焦りすぎて7周目、うん、もう終わったと思ってコントローラー手離しちゃったの。やばい。そうで、あ、やばいと思って、まさ
ーで、うん、あもう終わった、もうみんなありがとう、応援してくれてありがとう、さよならって言ってたけど、なんかやっぱね、お二人もそれぞれなんか、うん、あのいろんなことに巻き込まれみたいな巻き込まれてたよ。それな。なんとか貯金が生きて、なんとか、うん、結構波乱だった時代、ね、あの最後のベビーパワー。奇跡でした本当に。だからだからマリカってやっぱ運がちょっとね関わるところもいっぱいあるから、ね、うん、はいはい、これがなんか何か違ってたらマリンだったりミオちゃんが1位だっただろうし、うん、そうだね、もう来年も吐くと思います、うん、吐いたんだ、ね、あら、じゃあ何か、勝者から何か一言ありますか、最後に。はい、はい、それでは一言言わせていただきます。さくらみこ、ベビーパー許さない。やっぱりやっぱりベビーパークを選んだ罪は重かった。ビジネスだったかやっぱり。ということで、じゃあ1位のスイちゃんには1位のティアラをお願いいたします。贈呈です。やったー、おめでとう。似合う色もいい、色がね、ちょうど似合う、合ってる色が、嬉しい、すごい。ということで3名の方でバッチリじゃん。ありがとう。ああ、よかった。この3名の方はティアラは後で運営さんからもらって、まず配信で使ってください。使ってください。ありがとうございます。ということで、皆さん、今日は最後までありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございました。バイチコーン、あ、バイチコーン、あ、バイチコーン。